チームパシュートは自転車競技のトラックレースやスピードスケートで行われる競技形態。団体パシュートまたは団体追い抜きとも言う。なおパースートは追いかけ追跡などという意味である。インディビジュアルパシュートあるいは個人パシュート、個人追い抜きと呼ばれる競技ではトラックの半周ずれた位置で2名がおののスタートし同じ距離を走行して 半周ずれたおのののゴールに、どちらが早く到達するかを競うこの見た目の半周のずれを、お互い、追いかける様が、この競技の名称となった。なお、競技距離は同じながら、スタート位置の半周のずれを乗り越えて、対戦相手を追い越すと、追い越された側はその時点で負けになる。すなわち、周回遅れで負けではなく、半周遅れで負けになる。 この個人競技と同様の勝敗決定法を用いて複数選手で構成されるチームを持って行う対抗戦をチームパシュート等という。この競技では同一チームの構成選手が試合開始後、コース上で後方の選手が先頭を追いかけて縦一列に隊列を組む。すると先頭の選手が最も風圧を受けて疲労するため、先頭が後ろの選手にコースを開けて譲り、 追い抜かれて、対列候補について、選手間で疲労の蓄積を分散する戦術が用いられる。なお、構成選手が一度は戦闘になるよう、この戦術がルール上で義務化されている場合がある。1チームの構成は3人か4人。距離は一般的に男子、女子ともに4トルでタイムを競う。二チームがホームとバックの同じ距離で離れた位置からレースをスタートして、 規定の距離を先に完走するか、または相手を追い抜いた側が勝者となる。3人目の自転車の前輪先端が、ゴールラインを通過した時点のタイムが記録される。2018年ピョンチャンオリンピックにおける、チームパシュート1チームは3人または4人で構成され、競技は3人で行われる。400メートルリンクの内側のコースのみを使い、男子は8周、女子は同6周でのタイムを競う。 三人目のブレードの先端がゴールした時点のタイムが記録される。個人競技のスピードスケートに導入された初の団体競技で2000年頃から始まった歴史の浅い競技である。2004年度の ISU スピードスケートワールドカップで採用され、オリンピック競技としては2006年トリノオリンピックから正式採用された。ワールドカップでは1回の滑走でタイムで順位を決める。 オリンピックでは勝ち残り式トーナメントで行われ、1回のレースで2チームがメインストレートとバックストレートの中央から同時にスタートし、勝敗を決める。チームの1人当たり先頭を走行する周回数は最低1周以上でゴールしたチームの選手が3名に満たなかった場合は、そのチームはレースを完了しなかったとされて失格となる。 2010年バンクーバーオリンピックで男女混合パシュートの正式種目採用が検討されたが見送られた。ありがとうございます。